ださい。よろしくお願いします。山崎健人と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。大変なことになっておりますね。そして木村達也役の永田真剣佑さん、お願いします。木村達也役の永田真剣佑です。よろしくお願いします。結構の近い海辺のテラスみたいなテラス席があるお店でご飯食べながら、はい、まあジョジョの映画の話をしたりだとか、まあ、ちょっとお芝居の話したりだとか、はい、あとはなんか本当にコミュニケーション取る、何でもなんか話してたなって。シッケスで撮ったというですね、ジョジョの世界観をぜひ皆さんもスクリーンの中で見ていただきたいなと思うんですが、撮影中のエピソードがたくさんあると思うんですが、古田さん、最もユニークだったなっていう、こう印象に残っているシーン、もちろんお二人のシーンでも大丈夫なんですが、ぜひこれからご覧いただけると、ここは見て2人のシーンで僕が大好きなシーンがあるんですけど、僕やすって結構こんなビジュアルで予告でもすごくいかつい男なんですけど、実はハートは純粋でちょっと抜けてるところがあったりして、この敵同士だったのが、何かがあるわけなんです。そういったそこのシーンをぜひ見てもらいたいなと思います。そうですね、そうお二人ね、でも本当に仲いいですよね。もう最初からもう第一印象からすぐにコミュニケーションを取れたんですか？初めて会った時に抱き合いましたそうだね、そう、りゅうちゃんと神木さんと一緒に、それぞれみんなそれぞれがジョジョをやるっていう不安を抱えて、記者会見で初めて会った時に頑張ろうお願いします。仲間に会えたやっぱりこれだけね人気があって、もう何年もね本当に愛されてる企業ですからね、みんなじゃあタッグを組んだっていう、そうですね、その感じなんですよね。ちょっと映画にちなんでですね、この夏冒険してみたいことを最後のお二方に聞いてみたいんですが、冒険応援したいな、なんかやってみたいな、なんてことがあれば教えてください。もう冒険しちゃいましたね。徐々で。まあちょっと奇妙な冒険をそうですね。もうこれがお二方の冒険ということで、この夏三谷さんも一緒にね。はい。かなりジョジョの世界に連れてってもらえる映像になってると思うので、冒険しに映画館にお願いします。ぜひぜひね、また皆さん8月8日ですからね、皆さん一緒に見に来ていただきたいななんて思います。本当にスタンドと呼ばれる特殊能力で戦う映像を見れるのは本当にすごいクオリティなんですけど、徐々にしかない映像なので、本当に最後まで予測不可能ですし、一瞬の間に本当にいろんなことが起きたりするので、映画館で見ててなんかこうスリルとかもいろいろ感じれると思う。見てください、ぜひ見てください。で、ちゃんとヒューマンドラマというか、人間の、親子の愛だったり兄弟愛だったりいろんなものも人間の愛が描かれてますので、成長物語でもありますし、この夏に映画館に冒険してください。剣道君に言われちゃったんだけれども、そのスタンドの迫力、そして人間ドラマの他にシッチェスというところで、珍しいなんていうの撮影をさせていただきました。シッチェスの綺麗な街もぜひスクリーンで見てください。8月4日です。